とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、人兵ソロ、さらに、変身禁止縛りで、ここ、風紀タワーをクリアしていきたいと思います。もちろん、5区、クリアしていきますよ。装備は、こういう感じでいきます。ジンペイは、はい。ニャックルパンチ。大女優のハイヒール。クラリネットメモリアル。そして生身メダルにズラモヒカン。最新式宇宙服。で、ガッチガチバンテージを3つ装備して、ローストビーフを2つ。だね。さあ、いけるかどうか。頑張ってみます。はい、来ましたね。道中は特に問題なく来たかな。問題はここよ、ボスたち。ま、とにかく注意していかないと速攻やられるからね。あー、ちょい待て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 、一体ずつだな。できればドルルからだよね。なんだこれ、むちゃくちゃきついなこれ。はい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 、ワンダービームね。まあ、ワンダービームはね、こっちの強化もできるから大歓迎なんだけど、ドルルどこだ、いた。ライトニングプーは注意。ドルルいた、よし。もうあれなんか、ああーなるほど、デバフ受けてんのね。おい、オッケー、いった。ライトニングブーはちょっと要注意。あー、もうこいつら。あ、でもまあまあ減らせてはいるからね、減らせてはいるからいいよ。おい、とりあえずドルルのその範囲攻撃さえちょっとなんかなればマシだからね。お、ちょっと逃げろ逃げろ逃げろ、きつ。よし、オッケー、ドルルをまずは倒す。よし、オッケー、倒した倒した。これで範囲攻撃はなくなった。トサンだな、次は、次はトサンをやっちゃいましょう。じゃあ、オッケー。次、トサンだね。ちょっと待って。あっこー、ちょっと待って。バフもしっかりかけていこう。よっしゃ。よっしゃ。これ、ちょっと、若干止まったぐらいでも、ダメージものすげえから。やっぱ基本うろうろしながら戦った方がいいんだろうね。うわあ、まあ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 、若干だけどもね、減らせることはできた。よし、オッケー。あぶねえ、あーもうぬるぬるなっとるやん。ちょっと待て待て、動け動け動け、動けないって。ヌルヌルは結構ここ致命的だな。あっ、ぶね、いや、あ、待て待て、来るぞ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 、あっぶね、動け、ヌルヌルになると全然動けんわ。よし、オッケー。ちょっとヌルヌルにはちょっと気をつけよう。まあ、トサンを先に倒せばねいいことだから。よっしゃ、ぬるぬる、ほんと厄介だね。うん、こっちの動きがだいぶ制限されるんで。あぶね、だから目悪目立ちかなんかなってるけど、どうせ一人しかいないんだから。よし、 OK、 もうそればっかする。まあまあまあいいんだけどね。
その時に芸能人がそのバフをねかけていけるから、あぶね、ぬるぬるになるぞ。 OK、 よし、父さん待て待て、ぬる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 、メガショック、よし、もうちょい待て、よっしゃ、よし、父さん倒す、あっ、よっしゃ、父さん撃破、あと2人、まあどっちでもいいや、サスキやアキコどっちでもいいから倒していこう。オッケー、アキコさんからいきましょうか。オーブネイ、なんか、あー、デバフか、なんか攻撃速度遅いなと思ったらデバフだわ。ちょっと待って、これ勝てごう、オッケー、オッケー、さすがにやっぱここはきついね。オッケー、来い、ここきついわ。でもね、数がね減るにつれて全然弱くなってくるから、ほんともう少しの辛抱だ。あいった、やっぱアキコよりもハスキアンの方が先に倒すべきでしたかね。おーし、オッケー、あぶねえ、ライジニング、よし、おお、早く倒れてくれ、早く早く早く、あぶねえ。でもな、トサンとね、やっぱドルルがいないだけで全然動きやすいわ、全然動きやすい。ちょっとバフが切れてるんでしっかり入れていこう。オッケー、よし、こっち攻撃しとるんや、よし、このターンでアキコは倒してしまう。オッケー、コインごちそうさまです。よし、ハスキアもう半分ぐらいは減らしたい。あぶねえ。オッケー。お、なんかボートしとるよ。オッケー。回復、バフ、オッケー。はい、どんどん来い。よし。準備オッケー。あぶねえ。はい。この動きになってしまうともう、だいぶね、避けやすくなるんで、おっとっとっと、あぶねえ、ライトニングするっしょ、あぶねえ、くれ、もうちょい、よっしゃー、コインごちそうさまです。あと前一人、オッケー、行きなさい行きなさい、よし、バフかけた、ライトニングプーだけ注意、あとは何とでもなるからね。オッケーオッケーオッケー、痛くもない、くれ、逃げんな逃げるな逃げるな、オブリー、じゃあまあ次のターンぐらいかな、次のターンぐらいで倒せるね。よし、はい、行きなさい、2、あ、バフが全然かからなかった、でもいいっしょ、ライトニングで、あー、バフかけようと思ったけど、よし、もう少し、あとはもう合流していきます、合流し、ここでちょっとライトニングプーにはちょっと注意しとこうかな。うん、ライトニングプーだけはちょっと注意。くらい、終わりだ、終わりだ、ライトニングプー注意、
ライトニング風だけは注意。あオッケー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 、はい、あら、うん、できなかったまあいいか、一回だけ、まあ、継続はできたね。終わりだ、よっしゃー。まあまあまあ、倒す順番さえね分かってしまえば何とでもなるね。はい、今日は陣平ソロで変身禁止縛りをやってみました。クリアです。それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。